どうもジンさんです。今回は浦原喜助と黒土真由里の対比について考察していこうと思います。この2人のキャラデザインや挽回は明らかにお互いを意識してデザインされていると分かりました。それじゃあ早速やっていきましょう。浦原と真由里の2人は5艇13隊12番隊隊長と技術開発局局長を務めた共通点があります。2人は天才的な頭脳を持つ研究者としてソウルソサエティの発展に貢献してきました。そんな二人の挽回が見事な対比となっていました。浦原の挽回は、観音開き紅姫改め、背後に女性が出現し、範囲内を自在に改造する挽回でした。対して真由里の挽回は、金色足そぎ地蔵、さらに、金色足そぎ地蔵マタイ福音招待という能力は、相手の情報からそれに対抗する能力を持った足そぎ地蔵を召喚します。つまり浦原の挽回は、紅姫が浦原含む範囲内を改造する能力で、真由里の挽回は真由里が足そぎ地蔵を改造する能力となります。もっと簡単に言うと、残白刀が改造するか残白刀を改造するかというたった一文字の違いで、この二人の違いを演出しているということです。さらに能力だけでなく容姿、紅姫は不気味な女性が出現するのに対し、足そぎ地蔵は赤ちゃんが出現します。これは先ほどの改造する側かされる側なのかっていうのも関係していそうな気がしています。やはり金色足そぎ地蔵の能力の真髄は改造にあるんじゃないかと思っています。あとは名前の観音と地蔵ですね。同じ研究者という立場でありながら宗教的な名前が入っていることもおしゃれだと思いました。ちなみに観音と地蔵は同じ菩薩なので格の違いはそんなにないらしいです。そして秘蔵魂魄、真由里は最終章で自ら成長する魂魄をゼロから作り上げたと歓喜し、浦原を超えたと確信します。7号目でついに成長する魂魄をようやく作り上げた真由里ですが、小説で浦原がもっとすごいの作っていました。ウルルとジンタ、ウルルとジンタは小説 Can't Fear Your Own World で秘蔵魂魄っぽい記載がありました。ただネムとは根本の構造が違うらしいです。つまり浦原はネムよりも前に成長する秘蔵魂魄を作り上げており、さらにネムとは異なり感情が豊かなのもポイントかなと思っています。ただ真由里の趣味でネムを意図的におとなしくしていれば別ですが、眠り8号が元気になってしまったことを嘆いているそうなので、感情のコントロールは完全にできていないんだと思います。ここまで浦原と真由里の共通点やデザインの違いについて解説しました。こんなにあるとさすがに意識してデザインしていると思わざるを得ません。観音と地蔵、あともう一人いましたね。シュタラ千住丸、シュラ、観音、地蔵、まだまだありそうですね。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録高評価お待ちしております。